どうも、現役書店員芸人の鴨志田セブンです。それでは、今回も一冊紹介していきたいと思います。今回紹介するのはこちら、読坂雄二先生の 5A73 という書籍でございます。まあ、ジャンルはミステリーになるかと思いますけども、こちらどういったお話かというと、まあ、とある町で、死体がこう連続で見つかってくるんですね。まあ、で、まあ、警察とかがこうやってくるんですけども、まあ、その死体は、自殺死体と言われてまして、で、その自殺体にですね、タトゥーシールが貼ってあって、そのタトゥーシールはですね、この表紙に書いてある文字が、書いてあったんですね。うん。で、この文字がすごくポイントなんですけども、皆さんこの文字読めますかね？読める人多分いないと思うんです。なぜならこれは幽霊文字と言いまして、はい、これ JIS という機構がですね、パソコンの中にこう漢字をね、全部入れようと思った時にですね、日本中のありとあらゆる漢字を集めて、その中にこうぶち込んだんですけども、これの集計のミスとかもあって、読み仮名不明、出典、出所も不明の漢字っていうのが全部で12文字発生してるんですね。それを幽霊文字と言うんですけど、その幽霊文字のうちの一つ。つまりこれは、なんて読むかわからない文字なんですね。で、この文字をめぐってですね、山本早川という、二人の、刑事がですね、まあ、どんどん捜査していくわけなんですけども、まあ、自殺した死体って書いてありましたけど、本当は自殺じゃないんじゃないか。ね、同じこう漢字がタトゥーシールで貼ってあるなら、関連性があるんじゃないかと思ってこう探っていくわけなんです。で、まあやっぱこの文字にこうたどり着くんで、こう日本語学のところとかにね、聞きに行ったりとか、そういう場面も結構面白いんですけども、まあ何がね、すごいいいかっていうと、この文字をですね、こう読み仮名実際わからないんで、じゃあどう出てるかっていうと、これ幽霊文字ってこう仮で読み仮名振ってあるんですね。で、それでこうどんどんじゃあなんて読むんだろうってこう推理してった時に、じゃあ例えばこれ苦しむ人なんじゃないか、これ頭で手足をバタつかせてる人っていう風にこう推理してったら、この文字の読み仮名が苦しむ人って変わるんですよね、この一文字で。で、あとは、こう、例えば、アシュラマンだっていうね、手がこういっぱいあるから、筋肉マンのね、超人ですけど、アシュラマンだっていう風な推理したら、ちゃんとこの横文字にアシュラマンって書いてますよね。聞いたことない読み仮名ですけどね、もう。という風に、まあ、どんどんこの文字についての謎も解いていくんですけども、何がいいかってね、この、幽霊文字に12文字ある中で、一番こう、謎っぽいというか、ちょっと罪っていう感じに似てなくもないじゃないですか。だからちょっとこう事件というものと相性がいい幽霊文字を選んでるっていうところはすごくいいなって思うんですよね。あとですね、読坂雄二先生、大好きな作家さんなんですけど、何がね好きかって、ものすごいひねくれてるんですよ。小説というものに対して。はい。だから皆さんもね、普通にこうミステリー小説読んでる感じでね、読んでいくとね、騙されていくというか、なんて言ったらいいでしょう。たい焼きを食べてたら、途中からショートケーキに変わってるみたいな変わり方していきます。はい。お話が本当に意外な方向に進んでいくので、そういったひねくれ度合いとかもね、ぜひ読坂雄二先生のね、良さをこう、たっぷり味わえますので、ぜひとも皆様、5A73、読んでみてください。おすすめです。